皆さんどうもこんにちは。本要約チャンネルのりょうです。まだ腸活を始めていない方いますか？このままではあなたの腸はボロボロになってしまうかもしれません。今や健康意識が高い人の中では当たり前となっている腸活ですが、腸活フードは食べにくいものも多く、なかなか継続できていないなという人も多いかもしれません。そこで本日はあなたの腸をピカピカにするスーパーフード3選と題しまして、簡単に取り入れやすい腸活食品をご紹介させていただきます。本日紹介する3つの腸活スーパーフード、それを最初に発表しちゃいましょう。1ダークチョコレート、2さつまいも、3ぶどう。とりあえずサクッと試しちゃいたいという人はこの3つを今すぐスーパーで買ってパクパクと食べちゃってください。とはいえどれも糖質が高いものになりますので、食べ過ぎには注意してくださいね。何事も適量、これが大切なんです。さてなぜこの3つの食品が大切なのか、その理由が知りたい方、さらに他の腸活食品についても知りたいという方はもうしばらくお付き合いください。さてではなぜこの3つの食品が腸活にとって効果的なのかについて語る前に、腸活の基本について解説させていただきたいと思います。ここの内容については基本的な部分になりますので、もうすでに腸活について詳しいよという方は飛ばしていただいて構いません。皆さんは腸活にとって一番大切なことは何なのかご存知でしょうか？ヨーグルトやキムチ、納豆など発酵食品を食べること、食物繊維が豊富な野菜や全粒穀物を摂ること、そう答える方が多いかもしれません。ですが本当に大切なのはそこではありません。腸活において最も大切なこと、それは多様な食品を食べることなんです。以前は腸内細菌には善玉菌と悪玉菌がいて、悪玉菌を減らし善玉菌を増やすような食事が腸活では推奨されていました。今でもこの考え方を持っている人は多くいますが、一方で善玉も悪玉もなく、いろんな種類の細菌が存在している状況こそ最もいい腸内環境だという考えを持つ研究者が増えてきています。概要欄に腸内細菌の多様性がいかに私たちにメリットを与えてくれるのかについて書かれた論文を貼っておきますので、興味がある方はぜひぜひ見てみてください。この観点から考えると、いくらヨーグルトが善玉菌を多く含んでいようとも、そればかりを食べていてはダメだということになります。いろんな食べ物をバランスよく食べる、昔から言われている当たり前のことですが、それこそが理想的な腸活の食事と言えるんです。ただいろんなものと言われても、今世の中に出回っている食品には偏りがあります。国連食糧農業機関 FAO によると、ジャガイモ、お米、サトウキビ、トマト、コーン、パーム油などわずか12の農作物と5つの動物性食品によって現在の世界の食糧供給の 75% が成り立っていると言われています。いろんなチェーン店でいろんな食事をとっているように見えても、原材料はほとんど同じ。その結果、腸内細菌層の多様性は失われてしまうんです。普通の食事をしていたら偏ってしまうのであれば、どこかで意識的に補う必要があります。そのために必要なのは、野菜や果物を意識的に摂取するということです。健康系の動画では耳たこなくらい言われていることではありますが、それでもあえて言わせてください。何度も言われて頭で理解するだけでなく、体にまで刷り込んでいかないと、これまでジャンクフードを食べてきた人間が野菜や果物を積極的に食べるようにはなりません。ですから何度でも言わせていただきます。今日から野菜を食べよう、今日から果物を食べよう、たったそれだけで高価な健康食品を買ったりするよりも抜群に効果があるんです。この基本ができていないまま今日の腸活スーパーフードを食べたって意味がありません。まずは様々な種類の野菜を食べる。ここから健康生活を、腸活を始めてみてください。果物については、もう皆さんもご存知かもしれませんが、食べ過ぎには注意してください。果物をたくさん食べると、すぐに糖質過多となり、皆さん大嫌いな脂肪がぼっとりお腹周りにくっついてしまうかもしれません。また果物の中でも腸活におすすめなのは、バナナ、リンゴ、ベリー類です。後ほどブドウも腸活スーパーフードとしてご紹介しますが、まずは基本のこの3種を試してみるといいのではないでしょうか。特にまだ熟していない緑色のバナナ、グリーンバナナは腸活において素晴らしい効果があります。それはレジスタントスターチが豊富に含まれているということ。レジスタントスターチは腸で消化されない食物繊維の一種です。日本語で言うなら難消化性澱粉ですね。最近注目を浴びているということもあり、パッケージなどにこの難消化性澱粉というのが記載されているのを目にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
このレジスタントスターチは腸内に住む細菌の餌になります。腸活にとって非常に大事な成分なんですね。このレジスタントスターチを熟していない緑のバナナは豊富に含んでいるんです。さらにバナナにはカリウムやナトリウムが豊富、動脈硬化を防いで血管の健康を維持してくれるビタミン B も豊富に含まれているため、血圧が高い人にもおすすめできます。ぜひ積極的に食べるようにしてみてください。とバナナについて熱く語ってしまいましたが、ここから紹介するスーパーフードたちも負けず劣らずの素晴らしい食品ばかりです。ぜひバナナと一緒に食生活に取り入れてみてください。それではいよいよ腸活スーパーフード3選の説明に入っていきましょう。1、まず1つ目の腸活スーパーフードはダークチョコレートです。ダークチョコレートは健康食品系の動画ではこすり倒されていますので、もう聞き飽きたよという人も多いかもしれませんが、それでも取り上げたい一品です。ダークチョコレートは腸活以外にも様々なメリットが期待できます。 DNA 再起動、人生を変える最高の食事法という書籍では、フルーツかダークチョコレート一かけら、またはナッツ、あるいはそれらを組み合わせたものを食後のデザートとして取ることは、酸化ストレスと炎症を減らすための完璧な処方箋になる。高品質のダークチョコレートにカテキンやプロアントシアニジンのような健康促進物質が含まれていることについては、もうすでにご存知だろう。1オンス、約 28g のダークチョコレート、少なくともカカオを 72% 含むものは、DNA にとってまたとない食後のデザートになるのだと紹介されていますし、トロント最高の医師が教える世界最新の太らない体でも、カカオが 70% 以上含まれているダークチョコレートを適度に食べるのも意外にも健康的なデザートとなる。チョコレート自体はカカオ豆からできており、本来砂糖を含んでいない、ミルクチョコレートには多量の砂糖が含まれている。ダークチョコレートやセミスイートチョコレートはミルクチョコレートやホワイトチョコレートに比べて含まれている砂糖の量が少ない。またダークチョコレートには食物繊維やポリフェノール、フラバノールといった炎症を抑える作用がある抗酸化物質も含まれている。加えてダークチョコレートに関する研究では、血圧、インスリン抵抗性、心疾患を減らす効果があるとされていると紹介されています。さらにさらに、最新科学が証明した脳にいいことベスト211という書籍では、ダークチョコレートは野菜や果物の中で最も高い抗酸化能力を持っていることが米国農務省と米国科学会の研究結果で分かったということを紹介するとともに、ダークチョコレートには高血圧症の人の血圧を下げる効果が期待でき、LDL コレステロール値を 10% 下げたという研究結果もあります。毎日の食生活にダークチョコレートを取り入れると、フリーラジカルによる動脈の損傷を防ぐことで心臓を守れる可能性があるんです。また脳卒中や心臓発作を引き起こす血小板の凝集を抑止する効果も期待されます。カカオに含まれているフラボノイドが血管を弛緩させ炎症を引き起こす酵素を阻害する可能性も指摘されていますと紹介しています。このようにですね、様々な書籍でチョコレートの素晴らしさは紹介されまくっているんです。ただいずれも一般にハイカカオと呼ばれるカカオ成分が 70% 程度以上のものが対象ですので、注意してください。ダークチョコレートと書いてあってもカカオ成分 40% なんてことはザラにあります。しっかりカカオ成分が何%かの表記を見て購入するようにしてみてください。さて、こんな素敵な効果満載のダークチョコレートなんですが、さらに腸活にもいいというんですから、食べないのはもったいないと言えます。ダークチョコレートが腸活にいいのは、先ほどもちらっと出てきましたが、食物繊維やポリフェノールを豊富に含んでいるからです。食物繊維は皆さんもご存知の通り、腸活にとってとても大切な栄養素ですし、ポリフェノールもそのほとんどは結腸に行き、そこで腸内細菌によって消化されます。ダークチョコレートに含まれているカカオのポリフェノールは、ビフィズス菌と乳酸菌の量を増やし、クロストリジウムの量を減らすことが研究によって分かっています。クロストリジウムに関しては、長年ウェルシュ菌と並んで2大悪玉菌と言われていましたが、最近では炎症抑制効果があることが分かってきていますので、減らすことが必ずしもいいとは言えません。ですが、現代食である高脂肪食を続けていると、ビフィズス菌が減り、クロストリジウムが増えるということが分かっていますので、その割合をより正常なものに近づける働きをカカオはしてくれているんです。免疫力は腸で決まるという書籍によりますと、年を重ねるにつれ腸内細菌のバランスは残念ながら悪玉菌が優位になる傾向になっていく。20代なら善玉菌のビフィズス菌は 22% から 25%、悪玉菌のクロストリジウムは 10% から 12% だが、50代になるとビフィズス菌は 5% から 8% なのに、クロストリジウムは変わらず 10% から 12% をキープする。
そのため50代以降の腸内はどうしても悪玉菌優位に働いてしまうとのことですので、年を取るにつれて積極的にカカオチョコレートを食べバランスを調整していただきたいと思います。2、さつまいも。続いて腸活スーパーフード2つ目のさつまいもについて説明していきましょう。さつまいもは先ほど説明しましたレジスタントスターチが豊富な食品の一つです。特に孵化した後、冷ましてから食べるとレジスタントスターチを豊富に摂取することができます。これは白米などでも同じです。炊きたてのご飯にもレジスタントスターチは含まれていますが、冷ますことでさらにパワーアップ、含有量がはるかに多くなるんです。日本人は昔から冷めても美味しいおにぎりをよく食べてきました。その結果レジスタントスターチを無意識にたくさん摂ることができていたんです。皆さんは最近おにぎりを食べていますでしょうか？そういえば最近パンや麺類ばかりで食べていないなという人は積極的に食べるようにしてくださいね。さて、それではさつまいもに話を戻しましょう。さつまいもが腸活に効果的なのはレジスタントスターチを豊富に含んでいることが理由と説明しましたが、紫芋の場合さらにポリフェノールも豊富に含まれているため腸活にもってこいと言えます。さらにさらにさつまいもにはヤラピンという成分が含まれています。このヤラピンには胃の粘膜を保護したり排便をスムーズにする効果があると言われていまして、特にヤラピンが集まっている皮の部分、ここをしっかりと食べると便秘予防に効果的なんです。便秘は腸活の敵ですので、こうした食品で排便を目指していきましょう。またさつまいもは健康長寿が多かった時代の沖縄食の代表としても有名です。スイッチという本の中では、伝統的な沖縄料理はタンパク質の含有量が特に低く、 mTOR を抑制し IGF-1 のレベルを大幅に低下させるために十分なタンパク質制限になる。注目すべきは野菜、特にさつまいもと大豆の摂取量が多く、タンパク質の供給源としての肉や乳製品が少ないことだと紹介されており、特に1600年代から1960年頃まで沖縄では主食として総摂取カロリーの5割以上をさつまいもが占めていたと語られています。今現在は食の欧米化の影響か長寿県と呼ばれなくなってきている沖縄ですが、かつて長寿県だった頃の沖縄の主食はさつまいもだったんです。私も少し前まで主食をさつまいもにする生活を数ヶ月続けていましたが、食に興味がない人であれば比較的続けやすい食事法じゃないかなと思います。私は数ヶ月ごとに主食を変える生活をしているんですが、オートミールと並んでさつまいもは美味しく健康になれる主食だと思いますので、ぜひ食にこだわりがない人には試してみてほしいと思います。さつまいもを主食とした沖縄食を実践したい人のために、医師が勧める小食ライフから沖縄食について引用させていただきます。沖縄の高齢者の食事の中心はお米ではなく、ほとんどがさつまいもです。食事の 60% 以上はさつまいものほか、タケノコ、大根、ゴーヤなどの野菜で、穀物 33% はキビが多く、米の摂取は少なめです。魚、肉などの動物性のタンパク質はほとんど取らず、大豆、豆腐、味噌、納豆、枝豆などの植物性タンパク質も 5% 程度で、タンパク質摂取量が少なく、脂質はほとんど摂取しません。食事のほとんどが炭水化物、糖質と食物繊維であることを考えると、タンパク質の量や脂質の量はあまり長寿には影響していないようです。新鮮な野菜やビタミン E が豊富なさつまいも、ウコンなどの抗酸化物質豊富な食品を摂取していることが長寿の要因である可能性があります。ぜひ健康長寿を目指している方は参考にしてみてください。 3. ブドウ。さて、最後にご紹介するのはブドウです。まあここはですね、正直ブドウじゃなくてブルーベリーでもよかったんですが、ブルーベリーの酸っぱさが苦手な方も多いと思いまして、気軽に食事に取り入れやすいブドウをピックアップさせていただきました。ブドウはここまでの流れから分かってしまうかもしれませんが、ポリフェノールが豊富という点において優れた腸活食品といえます。ブドウに含まれているポリフェノールのレスベラトロールは若返りの薬と言われ、今注目を浴びている健康成分です。非常に強い抗酸化力を持ち、細胞の酸化を防ぐことで体を若々しく保つ効果があると考えられています。またこのレスベラトロールは様々な研究で長寿効果が確認されており、さらには認知症の予防など脳の健康にも効果があることが分かっているんです。この食事で脳が若返るという本の中では、レスベラトロールはブドウに含まれる成分で、脳への血流を増やし老化の進行を遅らせ脂肪細胞の成長を抑えますと紹介されています。
ただこのレスベラトロールはブドウの皮に豊富に含まれているため、皮ごと食べるか赤ワインを飲むという形で摂取することをお勧めします。皮ごと食べる場合は無農薬なものを優先して選ぶといいでしょう。また皮ごとなんて食べれねえよという方がいらっしゃるかもしれませんが、何事も食べていると美味しく感じてくるものです。あくまで個人的な感想ですが、キウイやブドウのように皮ごと食べることに抵抗があるものであっても、皮ごと食べる習慣を続けているとむしろ皮がないと物足りなく感じてきます。試して無理だったらやめればいいだけですので、ぜひ皮ごと果物を食べるということを試してみていただけたらと思います。さて、ということで本日はあなたの腸をピカピカにするスーパーフード3選を紹介しました。ここいらでまとめに入っていきましょう。お疲れ様でした。本日は腸活スーパーフードとして、1ダークチョコレート、2さつまいも、3ぶどう、この3つを紹介させていただきました。この他にもグリーンバナナや白米を冷まして食べるなど情報盛りだくさんだったと思いますので、何度も見て必要な箇所だけ取り入れていただけたらと思います。今後も皆さんの健康のためになるような情報を分かりやすくまとめて配信していきますので、期待していてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと励みになり、より一層頑張れますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。